試合開始です。さあ味方が上がっていきます。エマニュエルソン、チャンスの匂いのするパスです。危険な位置です。緊張感が増してきます。よく相手の動きを読んでいました。ここでフェルナンド・トーレス、フェルナンド・トーレス、激しいプレッシャーをかける。何かが少し足りませんでした。エマニュエルソン、中央にフリーの選手がいる。あっと、これはミスになってしまった。タッチを割りました。スローインです。ポドルスキー、フェルナンド・トーレスが効いています。さあスタジアムのテンションが上がります。サイドへ振る、つながった、シュートだ。このボールは重要です。ヒールで渡します。奪ってカウンター、カウンターの機会を逃しました。攻撃に厚みを出してきます。通った、いい形になる。競り合いになりました。ホセ・エンリケ、かけてくるのか。フェルナンド・トーレス、クリアしないと。ビダル、つながります。どうだ、悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。ラインを割ってゴールキックです。さあゴールの方向を向きたい。決まるか。視野が広い。このボールを奪います。クライン、さあ周りを見たい。ボールを運びゴールに襲いかかります。蹴り出しました。これは危ない場面でした。周りを確認したい。いい形ができつつある。まずいところで取られた。ポドルスキーのポジショニングが光る。仕掛けてきました。パスが通った。狙っていった。ボールを蹴り出したい。笛が鳴る。ポドルスキーのオフサイド。フェルナンド・トーレスにこれ以上の自由を与えてはいけないでしょう。シュート、コーナーキックになりました。タブール、ちょっと難しかったでしょうか。返した、止めた。ボールが転がる。ボールはサイドに出ました。彼に当たりましたね。コーナーキックで続きます。フェルナンド・トーレスがカット。
攻守の切り替えが大事です。ここはチャンスです。彼のシュートはいつも枠に行きます。フェライニ、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。ビダル、アレシャンドレ・パト、ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。フェラインヒールを使います。フェルナンド・トーレス持ち込んできた。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。エマニュエルソン、フェルナンド・トーレス、このボールは通しません。アレシャンドレ・パトがいました。ここからどうする。狙いは外れます。つながりません。いい形でゴール前まで持ってきました。相手がボールを奪い攻撃を止めました。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。前半の内容はいかがでしたでしょうか、堀池さん。どちらのチームも様子を伺いながらという前半だったと思います。ハーフタイムでの指示が勝敗を分けることになると思いますよ。いい形を作りつつあります。パス通りました。顔を上げたい。これは止められます。カウンターアタックに入ります。味方もうまく使いたい。いいですね。入るか、押し込めるか。フェルナンド・トーレスです。うまい。中はどうだ。ボールを蹴り出します。クロスが上がりましたが、結局相手のボールになりました。このパスはダメでした。通りません。なんとかプレーを切りました。アラン・フェライニ、フェライニ、ディフェンス混乱してますね。これはパスミスになった。ここはエマヌエルソンのテリトリー。いい位置で奪った。カウンターアタックです。いいカウンターでしたが、最後はカットされました。タッチを割ってスローイン。狙ってましたか。カットします。いくつか選択肢があります。決めに来た。相手に渡ります。空いたスペースに走り込みます。やっちゃいましたね。コーナーからのリスタートになります。クリアしました。バタついたライン、打った。シュート集めたディフェンスに当たった。フェルマーレン、フェライニ、素晴らしい。テンポよく行きましたが、ここでミスになってしまいました。効果的なパスが通る。マルアン・フェライニ、ラミレス、ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。
エマニュエルソン。さあスタジアムのテンションが上がります。ここで味方のサポートが来る。これはパスカット、パスコースにはディフェンスがいます。つながった、中央に味方がいる。落ち着いています。ここのエリアは注目ポイントに。プレーが止まります。オフサイドの判定。フェルナンド・トーレス、ここで絡みます。危険な位置です。緊張感が増してきます。スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。よく取りました。クリアできるか。アルトゥーロ・ビダル、パスでつながった。ディフェンス落ち着いていました。ボールを運びゴールに襲いかかります。少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。チャンスの匂いのするパスです。これは厚みのあるアタックになりそう。ディフェンスの網にかかる。シュートだ。これは決まった。試合もほぼ決める一撃となるでしょう。このゴールは試合の流れを決めそうです。うわぁ、ビッグレーだとさらに凄さが際立ちますね。後半になってようやく試合が動き始めました。カウンターアタックを仕掛けます。時間はほとんど残っていません。このパスはダメでした。通りません。いい形でゴール前まで持ってきました。このクロスボールはディフェンスがクリア。危ないボールでした。ギリギリのところでカット。どうだ。ここはキーパーに任せます。しっかりと声が出てますね。カウンターを仕掛けます。重要なチャンスになるでしょう。嫌なところに出されたぞ。シュート、決まった決まった。ゴールです。ここでのゴールは勝負を決めたと言わざるを得ないでしょう。そうですね。ちょっとここからの逆転っていうのは難しいですね。相手の気持ちを折るゴールになったと思います。審判の笛が鳴り、この瞬間